今週のラインナップはアンダー9マインズリーグ、話題のパデルを体験してみた、アンダー14白熱の支部リーグ、アンダー15激闘の最終節、結果は我らが田中達選手のインタビューをお送りします。アンダー9マインズリーグ、熱い試合と熱い応援、猛暑に負けてないぜ。3年後ではこの子たちが6年生になっているわけですからね、楽しみながら積み重ねていきましょう。さあ持ち込んで、ナイス詰め、よく見てる、グーナイスシュー、 PK まで素晴らしい。今日はパデルに行っています。やる気の夏にしばらく無料で借りれます。いや、コートは有料です。ラケットとね、ボールは無料で借りれます。年高のね、すぐここです。スペインではサッカーと同等の人気を誇るというね、パデル。イニエスタの自宅にもあるとか、イブラヒモビッチとジダンはパデルコートを経営してるとかいう話ですね。で、金網の部分があってね、強化ガラスです。ちょっとサッカーコート作った時にはパデルコートも作りましょうね。校長先生、でもあれでしょ、ラケットボールは全国トップクラスです。最初は2対1でやっていましたが、本来パデルはダブルスの競技ということで、スタッフの方にお願いに。このように壁を使っても OK。 壁から跳ね返ったの、返すのも OK。 金網に当たっても OK。 ぜひ皆さんもやってみてください。皆さんと楽しくパデルを楽しみたいと思っています。ありがとうございました。さすがアンダー14シブリーグ、前半0-1のまま後半へ。ここでディフェンスの第一がゴールキーパーの位置をよく見てロングシュート、素晴らしい同点弾。突破から クロス、ハルバの逆転弾が炸裂。ヒーローインタビュー、シュートローのボール、決勝ゴール、今リクに目の前でスルーされて、あ、終わったと思って、もうどうにでも慣れてて、シュート打ったら入ってて、じゃあスルーしてくれた今リクのおかげです。同点ゴール素晴らしかったな。ありがとうございます。もうなんか決まるのが分かってました。もうなんてか先読んでました。どうでしたか。いや、もう感動しました。もう帰ったら多分泣いてます。今泣けよ。こちらはアンダー15シブリーグ最終節、ゴールキーパー大輔が骨折のため、ここ3試合はアンダー14ショーマが先輩たちをサポートしてくれています。8点は同点、この試合に勝った方が暫定2位となる大一番。セカンドボールを拾った流星がコルマタゴールキーパーをよく見てミドルループ先制。そして
右サイドからシュート、こぼれ球を詰めた、ユートがゴール、これで2対0。しかし相手もサイド攻撃が本戦を詰めてゴール、前半は2対1。そして後半フリーコントロールからカスタンドマイシュートはしょうまがないっせー、まさかの PK、 決められて土壇場で同点。アディショナルタイム残り2分弱、どんな結末が待っているのか。編集なしで最後までスタンドにいるつもりで、これ勝ち切った。ショーマ、お疲れさん、ナイスプレー、はい、絶対いきなり中3に入って緊張した。はい、最初だけ緊張しました。こんな楽しい試合なかなか経験できんもんね。はい。シンプルな遊具ほど子供たちは工夫して遊びます。見てー、ナイス。この時期の雨は気持ちいい。滑ってる。こだ、いつもこっち見といて。南福岡自動車学校に就職するメンティス。体を思ったように動かすことでとにかく頭が良くなると覚えていくね。自転車もしっかり並べてます。お、これでまた第一番増えるかな。龍之介、皆さん、那智村でお待ちしてます。夏休みしたいこと、はい、はい、はい、夏休みしたいこと、合宿に行きたいです。合宿、いいね、はい、はい、え、夏祭りに行きたいです。夏祭り、はい、水遊びぶちかましたいです。水遊び、はい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 、海に行きたいです。海いいね。あ、はいはいはい、始まってないです。まだ始まってない。古賀市はまだなんですか。はい、いつからですか。来週の金曜日からです。お、夏休み満喫してください。皆さん、心安でお待ちしてます。大リーグへの抱負を。外国人選手になるんで、結果で貢献できるように頑張ってきます。
ワンソールのトップチームの一部昇格を願っています、お互い頑張りましょう。達也くんの活躍を見るには、YouTube でダチャブリで検索してください。ダチャブリ FC で検索してください。ダチャブリ、ダチャブリ、はい、ダチャブリです、はい、ありがとうございました。頑張ります。コップンカコップンカちょっと待ってください。コップンカやめてください。さて皆さん、今年の秋にまたまた新しいワクチンが出ます。ワクチンをいいという人、良くないという人がいます。どちらもエビデンス、科学的根拠があると言いますが、科学は常に進化しています。要は全てが今の段階の話であって、科学的根拠は当てにならないということです。ということは自分で調べて判断するしかないということです。これはワクチンに限っての話ではありません。人生も同じです。誰かに言われたからその道に進んでみたけどうまくいかなかった、そのことに後悔しているとします。それは誰のせいですか。とりあえずワンピースを読んで後ろを貫いて生きていきましょう。一緒に J リーグを目指したい人、仲間大募集。